はい、オブズナチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂、滝本です。奈良県大和高齢町から来ました浄土宗寺院千年寺住職末谷宗一でございます。奈良県高市郡飛鳥村由勝寺というお寺からやってまいりました広井大乗です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、もう早速なんですけども、はい、まあ、お葬儀の時に、まあ、お渡しするお布施について、はい、二人のお商人さんにご意見聞いてみようかと思います、はいはい、それでは松谷商人、はい、今日はお布施について教えてくださいというご質問があるそうでございます、はいはい、よろしくお願いします、はい、お葬式の時に宗家様がお渡しされるお布施のことでございますけども、 あくまでもお布施というのは仏様へ のお供えとしてお寺に納めさせていただくわけでございます。その中で光熱費および営善費という形で使わせていただいて、私ら僧侶もその中から給料という形でいただくわけでございますから、お布施料というのはあくまで僧侶への報酬では決してございませんので、その中でなんでこんなお坊さんにお葬式来てもうただけでこんなたくさんの布施料がいるんやろ、例えば10万20万お経を読んでいただくだけで坊主丸儲けやなっていう感じでこともたまに聞こえる声ではございますけど、お布施とは本来どういう意味であったか広い商人的にまたお話を伺いできたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お布施というのはそもそも修行なんですね。まずここで驚きの声が聞こえてきそうなんですけれども、布施行という、修行なんですけれども、まあ、正式名称もっと長い名前で言うと布施腹蜜という修行の一つです。六腹蜜寺とかね、京都にお寺がございますけれども、その六腹蜜の一つ目、一番最初に出てくる修行が布施腹蜜という修行です。まあ、一番最初に出てくるということは仏教徒たるもの一番大事やから一番最初に出てくるわけですね。でこのお布施というものを考えるときに布を施すと、まあ、書いておりますけれども、その意味はどういう意味かというと、喜捨という言葉もございますね。喜んで捨てる、はい、喜んで捨てる、はい、あれがお布施のそもそもの心なんです、はい、喜んで捨てる、ね、捨てたいものを捨てるのはそれは誰でも捨てれるんですけれども、捨てがたいのが我々人間なんですよね、あるが上にももっと欲しいという根性を持ち合わせております。三毒煩悩っていうんですけれども、三種類あるうちの一つにそのむさぼりという煩悩があると。でその煩悩に悩まされているのは私たちであるわけですよね。でその悩みから少しでももっとあるが上にももっと欲しいというそういう根性に実は気づいてる気づいてないは別として、苦しめられている私たち、その私たちが少しでも楽になれるようにとお釈迦様が具体的な方法を教えてくださってるわけです、うん、それがお布施です。布施行という行です。例えば上等なグラス持ってた、で持ってたら割れんの怖いですね。愛着あればあるほど、それやったらいっそもうどうぞと差し上げると、そしたらその執着から手放されるわけですね、うん、一つその分心は実は軽くなる、これがまあ布施の心で、喜んで捨てるというまあ心なんですけれども、先ほどから人間というのはあるが上にももっと欲しいと、でこの煩悩がゆえに悩み苦しみっていうのが実は私たちにつきまとってるというのが仏教の基本的な教えの一つなんですけれども、インドのインディアンフォークテイルというあの童話があるんですけれども、ある一人の男がおりました。でこの男はまあ牛飼いで99頭の牛を所有してるんですね。で99頭おったら考えることは想像できますよね、うん、99を1足して100にしたい、これが人間のその煩悩のなせる技ですよね。で昔のインドっていうのはその1頭で1家族を養えると言われてたそうです。ですので要は99家族を養えるような大富豪ですよね、この人は。要はもう十分に財を成して、十分な生活をされてる99頭牛を持った大富豪がいた。でこの人が1頭増やして100にしたいと思った。その時にそういえば給油で1頭だけ牛を大事にこう取る貧乏なあいつおったな、でそやそやと、であいつからあいつのとこのなけなしの1頭を奪い取ってやろう、そして自分のとこの99にプラス1で100し、これで計画始めようかということで、もうわざともうその辺の泥塗りたくってね、顔にで綺麗なこうお召し物されてるのも引きちぎって自分で、まあ要はボロボロで貧しい人間かのように装った格好をして行くんですけれども、その給油側は誰か分からないんですね。もうそんな身なりしてるもんやから、で誰誰やと、俺や俺やと言ったら、あああの時のそうかと、えらい格好してるやないかと、
大丈夫かお前っていうふうに、まあ、旧友が言うてくれるわけですね。で内心しめしめと、これは、調子やぞと、まあ、思いながら、せやねんと、もう見ての通りやと、授業失敗して嫁はんにも逃げられて、もうこのありさまやねんと、その日暮らしで明日の希望も見出せへんねん、でお前のこと思い出して来たんや、助けてくれと、まあ、言わはるわけですよね。そしたらその男のもう思った通りにことが運ぶんです。そうかそうかと、よう気づいてやられんねん、すまんかったと、自分の仲良かった旧友がこんなみそわらしい姿になって、その日暮らしをしてるということに、まあ、ショックを受けて、うちは嫁さんもいてくれる、で後継ぎの息子も立派に成長してきてくれてるから、なけなしのあれやけど、うちの牛もうてやってくれよって言って一頭を、まあ、渡さはるんですね。でこの2人とも喜ばはったんですって。しめしめと、まあ、受け取った方は、今日は一日やったわと、ね、うまいこと騙せて、99を100にできたと言って祝杯を、まあ、あげはった。で対して騙された方も喜んであるわけです、まあ、この人は1が0になったんですよね。手持ち0マイナスになったわけなんですけれども、今日はええことできたなと、あの昔お世話になったあいつがあんな困ってる姿見て、思わずやってしもたけれども、あんたのやってることをやったことは間違いじゃないよ言うてくれるお前がおったように息子もいてくれて、まあ明日から大変やろうけれども、また家族みんな力合わせてやっていこうな、今日はええ一日やったなと言うてお酒を飲まはったという話 で、この民話のですね、最後に、果たしてどちらが本当の幸せでしょうかというあの問いかけでね、終わるという、まあ、まさにこれが伏せの心、伏せの幸せなんですね。99が100になった男の人は、明日からまた101にしたくなるし、150にしたくなるし、150になったら今度200を目指すって、きりないんですよこれね。行き着くところはもう無限の欲求地獄っていう生き方です。それに対して1が0になった、マイナスになっても、それを喜べるという幸せこそ本当の幸せじゃないですかと。でまさにそれを行としてね、実践していくというのがそもそもの、はい、お布施の心であるということなんです、はい、ですのでせんなあかんというよりも、やっぱりさせていただくんやという気持ちが大事かなと。心一つでお布施にもなれば、お布施とは似てるけど全然別物になってしまうのかなと思います。はい、はいはい、広井少年ありがとうございました。あの本当の意味の布施っていうのを、やはりこのお葬式の時に大切な方を送る、またあの極楽浄土の方へあの旅立っていくための施しという意味で、お布施の本来の意味がそこにあるわけでございまして、ご縁いただいた、またあの僧侶がしっかりと受け止めて、その方その方の施しを大切に心に入れて、お葬式という形をやはりあの守らなければならないと強く今日も思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。